から職員ってそうなんだよ。営業とか管理が甘いと、まあこれぐらいでいっかーになっていくわけよ。普通の足場さんだったら解体してっちゃうけど、要は解体ったら、いや、これ解体しちゃダメだよって言って、解体しないわけだよ。最近も外部であったんですよ。解体しに行ったら、抗菌がぐちゃぐちゃなんですよ、本当に。このまま解体していいよって言ったんですよ。これって解体したらダメですよ、つって。なんでバックスの中入れなかったんですか、え、それって何ですかみたいな。うん、これから昭和な。やめるやめる問題。仕事は喋ってないから。いや、喋ってないですよ。でもちょっと納得しない部分もあったんだ。前ってことですか、うん、納得っていうか。えいっ、えいっ、そうです。サビで車になっちゃいました、視聴者の皆さんカッパ来てやってる。あ、雨、うん、今日はさ、まあ今ちょっとたまたまちょっと喋っとって、ちょっとさ今聞いとって思ったのがさ、営業と、はい、まあ今今日は塗り替え道場の足場なんだろ。はい、そうです。組み立てして、まあ塗装が入って、まあシーリングが入るか。そうですね、足場お前らが最初に入ってシーリングが入って、まあ塗装が入る、はい、で最後にお前ら解体行くわけじゃん、はい、だからトビ職が一番最初に入って一番最後に出てくるんだから、やっぱトビが現場の顔だみたいな、はい、そうやって若い時に教えてもらったの、はい、だからお前らってそのさ塗り替え道場の最初の一番に行くわけじゃん、はい、で最後のね片付けっていうか、はいはい、あれで入るわけじゃん、はいはい、足場の解体でな。それどうなの実際。あ、でも時々甘いところはあるっすよね。検査が甘いなっていう言えばあるみたいな。どういうこと。なんかペンキがちゃんと塗れてないとか、うんうん、なんかムラムラだなとかあります、ね、うん、そんなんでいいのかなって。ああ、その現場がそのなんか管理で言うとさ、まあ、お前らどっちを喋るの、営業と喋るのか管理と喋るのか。最近管理じゃないですか。あ、管理じゃないですかね、喋るのもんじゃないですか、管理。なんか俺営業から聞いたのは、はい、お前らがなんか解体依頼受けたら、なんかパッと行くんじゃないの、何日ぐらいに解体してほしいとか連絡来るんじゃないの。あ、LINE 入ってますね。解体っていつ連絡来るの。なんか営業から聞いたのは、その連絡が遅いみたいなのをよく聞くの、お前ら、足は。らしいです、ね。要は、どういうこと、はい、なんてその解体っていうのは、もう、何月何日解体してくださいねって日付が最初から決まっとんのか。いや、これ以上、日付だったら3月15日以降解体できますって言ってくるんです。いつの段階で、最初の段階で。それもみんなバラバラです。1週間前ぐらいから来るのあれば、2、3日ぐらいから来るやつもあれば、うん、いや、それはないです。その日付が決まってなくて、うん、多分観光検査終わった時点ですぐ入れる人もいれば、ちょっと経ってから入れる人もいれば。でも観光検査なんか終わったらもうすぐ解体できるじゃん。そうそう、だからその前に入れてる人もいるんじゃないですかね。だから多分みんなバラバラじゃないですか、多分。実際何現場行って汚いとかありますよ、ちょこちょこ。でそれは何、お前はまあ指示してるわけだろ、それ。ちょっと汚いでやり直せって言って、うん、で足場解体しまではなかなかないか。いや、ある時はある、あったよな。まあ視聴者の人何とかわからんかもしれないけど、普通の足場さんだったら解体してっちゃうけど、 うちの足場屋さんは、足場なんか足場班は、要は解体行ったら、いや、これ解体しちゃダメだよって言って解体しないわけだよな、うん、汚すぎるなって言って。ちょっと最近も外部であったんですよ。すごい珍しかったんですけど、住宅であったんですよ、たまたま住宅で、うん、その組んだのは僕じゃないですけど、足は、うん、解体しに行ったら、家見たらもうコーキングがすごいんですよコーキングがぐちゃぐちゃなんですよ、本当に手でお前撫でたんじゃないかってぐらいのが、うん、もう全部でもう汚すぎて、しかもそれたまたまあのクリアの塗装だったんで、うん、コーキングが全部丸見えなんですよ。どこの塗装よ、隠すよ。いや、名前も僕わかんないって、そうやつ。これはほんとかわいそうで。うっそ。もうすぐその、たまたまあそこにいた営業所がいたんで。あ、現場に来てったんだ。解体で。でその人最初、このまま解体していいよって言ったんですよ。うん。だけど僕行ってもそのまま、いや、これで解体したらダメですよって言って。うん。コーキングやらない人がいいですよって言って。こんなのお客さん何百万もで払ってこれやったらかわいそうですよ、さすがに。うん。僕シーリング3年ぐらい経験ありますけど、これひどすぎますよ。あ、そうか、お前シーリング取った。そうそう、あ、そうだな。そうそうそう、3年取ったらあんまじゃ打てるの。じゃあ打てます、打てます。さすがにかわいそうですよっつって、うん、もうゲームストップさせましたもん。どうなった、直しよう、直しよう、全部打ち替えました。ほんと、ほんとひどかったですもん。
あの、時々、なんか積水かなんかです。あの、パッキンみたいなのあるやつ。そう、パッキン、パカッてめくって。パッキンをなんか取ったらダメみたいなこと言ったり。そうそうそう。パッキン取らん方がいいやつもあるんだけど。あれ、そのまま、もう、使った方がいいやつある。そう。で、なんか、それを、なんか、中に押し込んだらしいんですよ、無理やり。その現場？このパッキンを無理やり。うん。なんか取るのがダメだって言ったから、なんかパッキンをなんか無理やり、中にぶち込んだらしくて、なんか。で、それで打ち込みましたって言ったら、これやめた方がいいですよ、それは、つって。そうそう、パッキンあの、結局パッキン、あの、家の構造上、雨漏れ仕様になってるもんで、ただのパッキンなんだわ。うん。だから別に、もともとそこから水が入る入らんはもう関係ないんだわ。うん。で、雨漏れする対象じゃないわけ。うん。だからそのパッキンはそのまま使えるからシール打たなくていいんだわ。うん、うん。で、パッキン取っちゃったら格好が悪いじゃん。うん。うん、だけど、それ、取ってシール打つ会社がおるんだよね。結構、でもなんか劣化すると取るんですよね。そのパッキンが。そうそうそう。まあ、そしたら打った方がいい。打った方がいいっていうか、まあ、打って悪いことはないけど、金かかるじゃん。そう、それで言っとって、うん。なんかパッキン取ると、すごい大変だからって打ち込んだらしいんですよ。で、しかもパッキンを取ったら、幅が広いじゃないですか、奥が。うんうん。で、コーキングがめちゃくちゃ入ると。うん。で、ああ、だね、中のあの、白い、なんか、あれ入れるからね、バックサイみたいに入れる。代わりに。そうそう。で、なんでバックサイ中入れなかったんですか？え、それって何ですか？みたいな。うんうんうん。え、バックサイ、そういら、知らないんですか？みたいな。うん。え、そうなるの？みたいな。あ、塗装屋さんが？はい、営業の人です。もともと思った。あ、そういうことな。そうそう。いや、それやらないと大変ですよ、それ。うん。もう何日かかってバラしたの？もうバラしまりました、それは。でも、でも。綺麗になった。見たの？竹が行ったんです、解体。でも、綺麗になっとったって言ってましたね。うわ、いい話聞いたな。だから多分多いんだと思う、そういう業者がやっぱり。ぶっちゃけや、あの、ピー入れるもんで、塗り替え道場で、汚いな、こいつはっていうおる、管理が。管理的に。でも、間違えたんや、そのまま。今、あれ、言っとるやん。ペコちゃん言っとるじゃん。ペコちゃん言っとるでしょ。それが綺麗になってるんだよ、今は。最近は多いですよ、綺麗になってるよ。あ、前まで汚かった。でも最近はないですけどね、どこも。これ何って言ったら、そのペコちゃんが現場、はい、あの春日が今行っとるんだよな、うん、で前の管理がまあザーッとって言ったら失礼だけど、まあ、一生懸命やる子だったけど若いもん何も言えんのよ職人に、うん、でこうやってわーって言われたら、俺はちょっと一時期あれだよな、もう俺が教育するわって言って一時期インスタとかちょこちょこ撮ったから、うん、すぐやったから、うん、俺が教育し始めたら一週間か二週間ぐらいでやれるって言い始めたんだけど、うんうん、だけど実際にペコちゃんが入って職人変わってないからな、うん、だから職人ってそうなんだよ、営業とか管理が甘いと、まあ、これぐらいでいいかになっていくわけよ、だんだんな。はい、まあじゃあ、カンタ君どうぞって、ちょっと飛ばしてくれ。カンタ君。カンタ君どうぞ。お前が言ってくれたら1秒ですけど、俺やっぱり。はい、じゃあ、カンタ君に。レッツゴー。おー、いいじゃん、いいじゃん。はい。カンちゃん。はい。どうですか。この間喋ったじゃん、小川翔のな、辞める辞めるの問題。まあでも、うん、あえてみんなの前で話できたのは良かったと思います。良かった。みんなで。良かった。良かった。ちゃんと話し合って会えた。ああ俺なんか、いや、俺がわーわー来て、なんか、鬱陶しいかなーとか、そんなのあるのかなーと思って。いや、どうなんですかね。まあ、俺も、目くじらかと言って言うじゃん、わーわー。はい。なんか、再スタートじゃないですけど。うん、うん。これから良くしよう、みたいな、雰囲気じゃなかったですか。うん、雰囲気はそんな感じじゃなかったですか。まあ、そうだよな。え、翔太は喋った。あれから。いや、喋ってないです。普通の現場の話はしてます。え？ああ、まあそうだ。はい、まあ、ちょっと忙しいんだろう、今週は。そうっすね。まあでもいいよ、これ動いてるよ、感じするけど、これ。そうっすね。まあいい意味で悪い、まあいいとこと悪いとこはよく分かったから、今回。いいとこもいっぱいあるじゃん。まあ悪いとこだけはやっぱこういう動画だから。ね、はい。目がついちゃうし、そういうところを素材にしちゃうから、あれだけど。まあいいところもな、やっぱいっぱいあるし。今日なんかそれこそリュウジも言ってたけどさ、営業のどういうところになんか目がつくとか、営業なんか物足りんところとかあるのとか、足場ってさ、はい、最初に入って最後に入るじゃん、はい、だからやっぱ足場班ってよくも悪くもやっぱ顔じゃん、昔あったじゃん、本当ようあったじゃん、足場止めたとか、汚いところ止めろとか、はい、今ってないじゃん、
で、なんか理事が言ってたのは、お前の嫁さんは、うん、まあ、春日井行ってからすごい見るのが綺麗ですと。やっぱ管理によるじゃん、嫁に変わってからいいだろう。そうっす、思う。良くなった、良くなったよな。俺もあんまりそれ聞いてないんだけど、まあでも相沢さんもいいこと言うし、基準が違う感じがした。ああ、当たり前のレベルが、はい、ああ、でいいこと言う以外だけど、お前らの足場班と同じじゃない。他に営業とかでさ、なんか問題だなーって思うことあるの？図面変えてもらったりとかするんだろ？してます。うん、そういうのはどうなの？図面に関してはでも、まあ、ちゃんとうん、やってもらってると思います。うん、まあ、難しいっすね。ちょっとしゃべないよ。いや、まあ、そうそうだよ。言っていいのかどうか。何、いいよ。いや、使い方は使わねえよ。その大型物件、年明け、うん、一発に行くんとった、うん、やつあるじゃないですか。普通だったらその朝号とか、うん、好きなきゃいけないと思うんですよ。あ、そこ気になってさ、ね、結構職人志向だな。仕事すごい評判いいんだ。あれ、はい。仕事はすごい、やっぱお前の足場が一番いいらしいぞ。そこで思っとるだけで言葉にしない。ああ、そういうことな。あ、現場で思ったんだけど言えなかったんだ。この朝顔つけた方がいいよって。いや、それ嫁には話したの。次からやった方がいいよーとか。僕らもでも前もって見てるわけじゃないじゃないですか、その件の、うんうん、そこを営業で判断してもらえたら、その、うん、まあそうだよな。お前がちょっとだってパーって電話しといた方がいいんじゃない、はい、思ったことは。なかなかその後からって言いづらいけど、現場では営業に一本電話入れたらとかさ、はい、そうすると光ってくるわけじゃん。はい、なんか簡単にこういうの最近連絡入れてきたり、まあ、注意も、まあ、ある意味厳しいよとか、ただ文句言うじゃなくてさ、はい、文句なんか誰でも言えるんだけど、おいこらって、そんなのとてめえやらへんぞみたいな、職人得意、得意用語や、こんなだったらやりできんぞ、帰ってくぞとか言って、相手が困ることを言って、なんか自分の欲求を満たすみたいなやつ、ボールじゃん。で、それじゃなくて、よし、あれよ、次からは、今回やっとくけどさ、とかさ。はい、うん、そういうのって大事じゃない。さあ、もう旅時間やばいな。お前あんま喋らんもん、取れたくないもん。まあ、じゃあショーのあの、あれに対しては、まあ、賛成なんだな、お前らは。ちょっと納得しない部分もあったんだ。前ってことですか、うん、納得っていうか、うん、僕自身も、うん、どう動いてるのかも知らないし、あ、それが多分問題だったと思うんですよ。ああ、なるほどな。あいつがどこでどう動いてるのかも、うん、わかんないし、うん、でもそれで僕だけ文句言うのはおかしいじゃないですか。うん、何お前動画的になんかポイントあげてますか。お前いらんな、マジで。やめるやめない騒動の前に、うん、まあいろいろショーにも直接言ってるんですけど、うん、まあこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていう話を、うん、僕は何も知らないから、うん、言いづらかったんですけど、こうなんじゃないと思ったことを、うん、言い出した時に、うん、ちょっとタイミングが、うん、あるんですよね。あ、言い出した時に何、辞めるって言ったの？辞める辞めない騒動になった。ああ、そういうことか。お時間になりました。ちょっと申し訳ないね、ちょっと、まあ、日本かもしれない。お前やばいな。はい、ガンタ、はい、じゃあ勝利一言。無茶ぶり。堀川翔に一言。MZ さんに一言でいいや。MZ さん。あ、誕生日、おめでとうございます。おー、すごいね。覚えとったの、はい、あ、なんか俺、連絡もらって、明日誕生日、今日誕生日とか言ったな。もう速攻忘れてるもんな。5分後ぐらい忘れてるわ。なんか誕生日おめでとうぐらい送ろうかなと思ったけど。直接送ってますけど。あ、ほんと。さすがだね。はい、じゃあ、足場班、これからも成長していくと思いますんで、はい、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。